次に塩川哲也君、塩川君。日本共産党の塩川哲也です。障害者差別解消法について質問をいたします。最初に差別の定義の問題について坂本大臣にお尋ねをいたします。障害者差別解消法に差別の定義を明記してほしいというのは障害者団体からも強く要望されてきたところであります。不当な差別的取り扱いと、合理的配慮の不提供を差別として禁じておりますが、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義をし、その内容を明らかにする、こういうことこそ求められているのではないかと、この点について大臣のご答弁をお願いします。坂本大臣。これまで、事例の収集にいろいろと努めてまいりましたけれども、いわゆる間接差別等につきましては、いまだ具体的にどのような事例が該当するのか明確ではありません。こうした状況の下では、法律上間接差別等の定義規定を設けることは困難であるというふうに考えております。このため内閣府の障害者政策委員会の意見書で言及されましたように、基本方針等におきまして、例えば形式的には障害を理由とする差別的取り扱いには該当しないものであっても、実質的に不当な差別的な取り扱いをすることも差別となる旨を明確化すること等を今後検討してまいりたいと考えております。塩川君。障害者権利条約の第二条では障害に基づく差別を定義をし、直接差別のみならず合理的配慮の否定を含むあらゆる差別を禁止することを締約国に求めております。そういう点で、差別の定義の明記に至らなかったということは極めて残念であります。事例収集に努めてきたという話もありますけれども、やはり具体の取り組みを踏まえた上で、やはり障害者団体からもこの明記を求めているということをしっかり受け止めるべきであります。その点で次の改正に向けてぜひとも議論を進めていくことが必要で、例えば障害者政策委員会で期限を決めて議論を進めていく、検討規定を盛り込む、こういったことも必要ではないでしょうか。内閣府三上政策統括官。お答えに入ります前に、先ほど私、枝委員への答弁中、総務省の古川政務官のことを誤った藤原政務官と申し上げたかと思いますけれども、申し訳ございません。お詫びいたします。私の質問に関係ないじゃないか。はい、申し訳ございません。現行の不足におきまして、その事業者による合理的配慮の義務付けが将来的な検討課題として、想定されていたということもございましたので、これはその施行3年経過後の検討規定が設けられたと考えておりますけれども、本法案において、現時点で そういったような具体的かつ将来的な検討課題まで想定されていないことから、そうした検討規定は設けることとしてございませんけれども、障害者政策委員会は、障害者基本計画の実施状況を監視するという役割になっておりまして、検討規定の有無にかかわらず、同計画に盛り込まれている差別の解消等の取り組みとして、さまざまなご議論を行っていただくことができますので、内閣としては引き続きこの政策委員会でのご議論、あるいは国地方公共団体における実施状況の調査、事例の収集等による運用状況の把握等を通じて、適宜制度、あるいは施策のあり方を点検、検討してまいりたい、このように考えております。塩川君。改めてこの差別の定義の明記を求めたいと思います。それでこの差別の定義を明確にする上でも、事例収集の話がありました。こういった事例収集について国としてはどういう取り組みをやってきたのかについて教えてもらえますか。内閣府三上政策統括官。事例の収集につきましては、内閣府から関係の省庁、それから地方公共団体、さらに障害者政策委員会に構成員として加わっていただいている障害者団体の方々などに紹介をかけまして、どういった事例があったかということを毎年度調べているところでございます。塩川君。
障害者差別解消法には、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、国自治体による相談および紛争の防止等のための体制の整備が規定されております。今、内閣府から省庁や自治体、障害者団体に対しての、事例の収集の話がありましたけれども、実際、その相談の実績、またその中で その差別が解決をした実績、こういう数字というのは明らかでしょうか。内閣府、三上政策統括官。事例について、どういった事例があるかといったことを調べていますけれども、その係数として、いくつがその例えばその解決に至ったというような数は把握してございません。塩川君。把握していないということであります。この令和2年3月 この内閣府障害者施策担当がとめた自治体への調査結果などを見ても、この相談件数をカウントしている自治体がそもそも1788自治体のうち953ということです。で、これを見てもその差別解決の実績の資料というのはないということであります。この5割近い自治体が相談件数についてカウントをしていないというのがこの調査結果ですけれども、差別解決実績についての実績資料もないと、あまりにも不十分であります。国は何をやってきたのか、お尋ねします。内閣府三上統括官。ただいまご指摘がありましたように、そういった数がきちんとカウントされていないというところにつきまして、私どもとしては、そういった全体像を明らかにしながら取り組みを進めていくということは重要だと考えておりまして、都道府県、あるいはその政令市といったところに対して、そういった取り組みなどを促していくと、こういったことを今後、強めていきたいと考えております。塩川君。いや、事例収集してるっていうけれども、こういう状況になってるっていうことについて、国の責任が問われるんじゃないですか。内閣府三上統括官。障害者差別解消法が制定されて、施行後4年と、5年といった期間を経過してきたわけですけれども、そういった取り組みが必ずしもその十分に行われて、全貌が明らかになるという形になっていないことについて、私どもとして今後さらに取り組みを強めていくと、過去十分でなかったというところはあるんだろうと考えております。塩川君。十分でなかったということであります。そういった反省も踏まえて の今後の取り組みという点で、障害者差別解消の取り組みで、明石市の事例などがよく全国の自治体の取り組みとしても参照されているということをお聞きしています。この明石市におきましては、2019年度の相談が18件で、調整をしたという実績が6件、あるいは2020年度の相談は6件で、調整の実績は2件という話をお聞きしました。例えば具体の事例で言えば、聴覚障害者の方が資格取得の講座を受講を希望したところ、事業者の方からは、現場研修が危険だからだめだと言われたと、こういうことで市に相談があったそうであります。で、市の方が間に入って、手話通訳の公的派遣制度を紹介をし、事業者側も納得をし、受講できるようになったということであります。で、こういった取り組みにしっかり学んでいく必要があると思っております。多数の相談に取り組むことで、事例を蓄積をし、一層差別解消の取り組みが前進をする。国、自治体に相談すれば、差別が解決できるという信頼を生み出すことになります。こういった相談や紛争解決の体制整備に、国としてはどのように取り組んでいくんでしょうか。坂本大臣。すみません。
明石市の例を今取り上げてお聞きいたしました。ご質問の趣旨はそれに対してのさまざまな国の支援措置が必要であるということでございます。そういう相談活動そのものが事例収集にもつながり、分かりました、すみません、はい、じゃあどうぞ。相談、紛争解決の体制につきまし、体制整備につきましては、法制定時より、行政の肥大化の防止との観点から、既存の機関等の活用充実を図ることを、基本としているところでございます。さらに地方公共団体の中には、独自に条例で、関係機関に紛争解決のための権限を付与しているところもあります。障害者差別解消法に基づきまして、地方公共団体の長が事業者に対する指導勧告等の権限を行使できる場合もあるため、紛争解決機関につきましては地域の実情に応じて検討されることも重要であるというふうに考えております。このため、国および地方公共団体それぞれにおける既存の機関の活用も含めた相談紛争解決体制の充実強化に向けて、関係者のご意見を伺いながら、基本方針の見直し等の検討を進めてまいりたいと思っております。明石市につきましては、この障害者関連の課題につきまして、あるいはその少子化等もですね、非常に熱心に取り組んでいらっしゃるということは重々承知しているところでございます。塩川君。体制整備のところで、行政の肥大化ならないように既存の機関の充実で対応するという話ありましたけれども、一方でそのデジタル庁とか子ども庁とかいう話を出しておいてね、それは行政の肥大化って言わずに、こういった障害者の差別解消の取り組みについては既存の枠内でとにかくやれることだけやるというような言い方では、これは納得は得られないということを言わざるを得ません。そういう点で、例えば東京都、大きい自治体ですけれども、相談体制については広域支援相談員を配置をしているそうであります。社会福祉士の方が4人従事をしておられて、障害者本人や関係者の方や、また事業者からの相談も幅広く受け付けているということで、2019年度の相談件数が363ケースあったという点では、そういった積み重ねというのが非常に重要だと思います。で、東京都はこういった障害者差別にかかるその相談体制について、重層的に相談を受け付けることが望ましいとしています。つまり障害当事者の相談をする方は区市町村の方にも行ってもいいし、東京都の方に来てもらっても構いませんと、で重層的に対応するということが大事だということを強調しておられておりますけれども、ぜひね、この役割分担ということでに限らず、重層的な体制もしっかり追求する必要があるんじゃないのか、こういうことについて国としてどう対応するか。内閣府三上政策統括官。お答えいたします。まさに相談がいろいろなところで重層的に受け付けられるという観点は大変重要なものだと思っておりまして、また国だけではなくて地方公共団体とも連携をしていく、地方公共団体を受け付けたものが必要に応じて国の機関に受け渡されるというようなことも当然、適当な場合があるわけでございますので、この法案でも国と地方公共団体との連携協力の責務を定めることとしております。で、こういった新しい規定追加されるということになりますれば、これを受けて、さらにそこにこう魂を入れるべく、どういった相談体制が必要であるかと、国地方公共団体の役割分担どうあるべきかといったことなどについて、障害者政策委員会からのご提言の中でもいただいておりますので、それを踏まえて具体的に検討を進めて、その体制の整備に取り組んでまいりたい、このように考えております。塩川君。
自治体の規模に応じて対応が異なるようなことにならないようにするということも大事だと思っています。そういった点でも自治体の相談窓口に法律の専門家の方ですとか障害当事者の方が当てられるような国によるこういうその財政措置、背中を押すようなそういうことをぜひ考えてほしいんですが、その点どうでしょうか。坂本大臣。合理的配慮、それから個別の事案ごとに費用負担の程度、さらには事業規模等を踏まえまして、過重な負担の範囲内であるかどうかを判断して、そして代替措置の選択も含め、必要かつ合理的な内容のものとして実施されるものが合理的配慮でございます。このように合理的配慮は個別の事案においてあくまでも過重な負担のない範囲といった要件の下で行われるものであるために、費用面の支援が必要となるような対応についてその促進を図るための助成措置を講ずることまでは考えておりません。ただ自治体によりましてはコミュニケーションツールあるいは備品等、こういったものの用意はあるようであります。ただ他方本法案におきまして相談体制の充実や事業者等が参考にできる事例の収集提供の確保など障害者差別解消のための支援措置の強化のための規定を盛り込むこととしております。政府としてはこうした取り組みや制度の趣旨等の周知啓発を通じまして事業者への支援に努めていきたいというふうに考えております。塩川君。今のお答えは、事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのかということへのお答えということでよろしいですか。よろしいですか。坂本大臣。すいませんでした。今後具体的な相談体制のあり方等も含めてですね、検討してまいりたいと思いますし、さまざまな課題の中で、これからの体制というものをしっかり確立するための話し合いというものをやってまいりたいというふうに思っております。塩川君。ぜひ法律の専門家や障害当事者が当てられるような国による財政措置は具体化をしていただきたい。それとその障害を理由とする差別を解消するための支援措置として障害者差別解消支援地域協議会の設置を位置づけております。地域協議会によって事案解決のための取り組みや類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築をされ、障害者や事業者からの相談等に対し地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となるとしております。でそこで質問ですが、この地域協議会にはの地域協議会の設置状況がどうなっているのか、未設置の自治体についてはどうするのか、この点についてご説明ください。内閣府三上政策統括官。地域協議会の設置状況でございますけれども、平成31年4月1日現在で、すべての都道府県政令市において設置済みでございます。他方、町村におきましては 45% にとどまっておりまして、中核市、一般市まで含めた全地方公共団体における設置率は 56% となっているものでございます。国としては、障害者にかかる案件がいわゆるその制度の谷間に落ち込んだりですとか、相談がたらい回しにされたりしないためにも、地域協議会を設置していただくことが望ましいと考えておりまして、未設置の地方公共団体に対しては、これまでも都道府県等を通じて、設置をかけ働きかけているところですけれども、今後も都道府県や近隣の市町村と連携いただくことも含めまして、設置を積極的に呼びかけてまいりたいと考えております。塩川君。設置が 56% ということで、未設置が4割というのを少なくない数であります。その設置を促していくということと同時に、
その地域協議会の構成メンバーに障害当事者が加わっていない事例があるということであります。この障害当事者がメンバーに入っていない事例がどのぐらいあるのか、こういった地域協議会のメンバーに障害者が入っていない事例について加わっていただく、こういう必要があるのではないか、その点についてご説明ください。内閣三上統括官大臣、ご覧ください。内閣府が行った調査によりますと、平成31年4月1日時点で、全国の地域協議会のうち、障害当事者が構成員になっていないものは約3割ということでございます。地域協議会が地域における障害者差別に関する相談や紛争の防止解決を推進するためのネットワークを構築する役割を果たしている、こういうことを踏まえますと、障害当事者の方に構成員として加わっていただくことで、より充実した議論ができるものと考えております。内閣府としては、地方公共団体に対して、地域協議会の設置促進、運営の活性化を働きかける中で、地域協議会がより充実した役割を果たせるよう呼びかけてまいりたい、このように考えております。塩川哲也君。こういった地域協議会のネットワークをしっかりと生かしていく、そういう取り組みに、障害当事者の方も加わって、相談、紛争解決の体制を拡充していくという取り組みをぜひ促してもらいたいと思います。その上で、その紛争解決にかかる体制整備として、政府から独立した紛争解決機関を設置することが求められております。障害者権利条約でも、保護・救済・監視の枠組みの設置を求めております。国内人権機関の地位に関する原則が求める政府からの独立性が担保された救済機関が必要だということは申し上げておくものであります。そこで合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで障害者が事業者に対してサービスを受ける際の配慮を求めても話し合いにも応じない事例もありました。今回、合理的配慮の提供を義務化することで、提供拒否はできなくなります。障害者差別の解消にとって前進となります。この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するために、事業者に対する助成制度を制定した自治体があります。合理的配慮の促進に向けた独自事業を行っている自治体はいくつあるのか、明石市をはじめ先進自治体ではどのような取り組みを行っているのかについて紹介してください。内閣府三上政策統括官。お答えいたします。平成30年度、障害を理由とする差別の解消の推進に関する国外および国内地域における取り組み状況の実態調査によりますと、事業者による合理的配慮の提供等の促進に向けた独自事業を実施していることが把握できた地方公共団体は16となってございます。このうちご指摘のありました明石市におきましては、合理的配慮を提供しやすくするための環境整備にかかるコミュニケーションツールの作成費、物品の購入費、工事の施工費に対する助成を行っております。以上でございます。塩川君。明石市は2016年度に助成制度を創設をしました。累計501件の助成実績があるそうであります。2020年度は64件で、予算が400万円ですけれども、そのうち229万円を執行したということです。で、単に助成制度のチラシを配布するということじゃないと、つまり市の方が事業者団体に足を運んで一括申請をしてもらう、また商店街に足を運んで申請書を出してもらうなど、市として独自の努力を行っているということであります。こういう取り組みは極めて重要であります。つくば市、日光市、所沢市なども明石市の取り組みに学んで、こういった助成制度を作る、こういう自治体も増えているところですが、やはり大臣、この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、こういう自治体の取り組みの背中を押していく、国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのか、この点についてぜひお答えください。内閣府三上統括官。
合理的配慮につきましては、もともとその費用負担の程度、事業規模と踏まえて、過重な負担の範囲内であるかどうか、そこで行われるというものでございますので、この法律が あらゆるその事業者を対象にしている、その営利、非営利を問わないといったようなこともございますので、国としてということではございませんが、明石市のような積極的なお取り組みをいただいているところについて、そういった情報を他の自治体にもお知らせをすると、そして参考にしていただくといったようなことは国としてもできるのではないかと、このように考えております。塩川君。ぜひそういった際に人的な支援と同時にその予算でも取り組みが進むようなこういう差別解消の取り組みの前進につながっていく国の対応を強く求めて質問を終わります。次に。